よーてめえら待たせたな。伊達軍奥州ぶっ込み目安箱始まるぜ。さあ今日も奥州ぶっ込み目安箱の時間だ。戦の手は止めるなよ。最後までよろしく。お聞きの奥州ぶっ込み目安箱、本日も伊達軍の気合と根性でお送りしております。てめえらからの投手行くぜ。我が輩はあ、こいつはいいや。次ぶっ込みネーム隠し味は愛からの投書だ。実はいつも台所で聞いておりまする。ぶっ込みネーム雪だるまからの投書だ。楽しく聞いてると畑仕事の手が止まるべ。一旦お知らせです。そうだ、京都へ参ろう。花火に出会い京都で素敵な休日を。てめえら戦中に聞き惚れるなよ。大怪我するぜ。っていうか死ぬぜ。戦国の怖い話、恐怖の人食い武将、鍋を背負った化け物らしいぜ。怖え。ぶっこみネームマグマグからの投書だ。僕おいしい奥州に引っ越したいんだ。ぶっこみネーム天下の岩窟王からの投書だ。小生の気持ちはわからんよ。なら送るな。ここでお知らせです。愛みなぎる、今ザビー教に入信すれば洗礼名が2つに。奥州ぶっ込み目安箱は聞く場所なんか選ばねえ。てめえらの行くところ、そこが俺の戦場よ。戦国の怖い話、地底に潜む謎の生物、そいつの不幸感ったら半端ないらしいぜ。ぶっ込みネーム関白宣言からの投書だ。実は奥がこの前また愚痴かよ。おお、漆塗りの投書だ。けえ、そこで飛び跳ねたまえ。奥州街道情報です。先ほど荷馬車の転倒が発生、ごぼう500本が散乱し全線通行止めです。戦国の怖い話、恐怖のヒゲ尖り神。あ、こいつはいいや。次ぶっ込みネーム星に願いよからの投書だ。あの方を絵描き歌にしました。おぶっ込みネームエンジェルからの投書だ。うちのギャロップ見かけませんでしたか。ここで奥州旬の話題です。伊達屋敷の畑ではネギ大豊作のため朝一特化が決定です。誰もが聞いてる奥州ぶっ込み目安箱、聞かねえと時代に乗り遅れるぜ。ぶっ込みネーム一日一膳からの投書だ。小早川は危険な男、見かけたら即ご対処。次は風が運んできた投書だ。こりゃ白紙、いや炙り出しか。次は空から落ちてきた投書だ。また白紙か。奥州街道情報です。先ほど荷馬車の転倒が発生、ごぼう500本が散乱し全線通行止めです。来週は特別週間、第六天魔王が特別生出演だ。どっから来んのか知らねえけどな。てめえらからの投書待ってるからな。読まれたやつには特製手ぬぐいをやるぜ。忘れちゃいけねえ、奥州の明日の天気だ。日差しが強えから畑仕事もほどほどにな。へい、今日もそろそろお別れの時間だ。また聞いてくれよな。あばよ。現在お聞きの奥州ぶっ込み目安箱、この後は片倉流奥州旬の野菜活用術です。